皆さんこんにちは、アイリス卓球場のコッシーです。本日の動画はバックハンドについてやっていきたいと思います。レッツゴー。今日やっていくバックハンドは、速いテンポのラリーとかフォアドライブして攻撃した後の速いボールが返ってきた時に使うバックハンドですね。一番多いパターンとしては、バックバックのラリーになった時、強く打球をしすぎてしまったり、右対右で言えばフォアドライブをストレートに打ってバックに返ってきたボール、これを体の遠くで取ってしまったりっていうのが多いミスのパターンかなと思います。でまずポイントの一つ目としては、体の近くで打球するようにしてください。体の遠くで打球してしまうと、ここからラケットをスタートさせてここで当たると、結構スイング、自分で打ってるつもりなくても結構大きなスイングをしてしまっているので、勢いがついてしまって強く打ちすぎてしまうんですね。なのでなるべく体の近くで捉えるようにしてください。でもう一点は、まっすぐ当てずに少しかけるイメージで捉えれるといいかなと思います。面のブレっていうところですかね。面が例えばこうやってブレてしまったり立ってしまったりするとボールを弾き飛ばしてしまうので、面はなるべく寝かせた状態で打球するように意識してください。少しかぶせ気味で擦るようなイメージで捉えれると非常にいいかなと思います。あとは力が抜けていることが大切ですね。力が入ってしまうと肘の位置がブレたりして、しっかり回転をかけることができなくなります。なので脱力した状態でスイングをしていくっていうのを意識してやってみてください。それではやっていきましょう。今のようにバックハンドをなるべく体の近くで捉えるようにしていけると、バックハンドで安定感のあるボールを打つことができるかと思います。右対右で試合をするときにはやはりバック側での展開が多くなりがちなので、このバックハンドをすごく意識して、また自分からコースを変えていけるような練習をできると、非常に右対右でも有利に戦いを進めることができると思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。